ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、神奈川県を走っております。そして向かう先はなんと横浜です。珍しいですね。あまり都会が好きじゃないので、東京都内とかそういったところにドライブ行くこともあんまりなく、買い物もすることもないんですけど、都会で唯一雰囲気を味わえる季節、クリスマスなんですよ。去年は温泉地行きましたけど、やっぱり都会のクリスマスって独特の雰囲気ありますよね。というわけでですね、ビジネスホテルを2泊2連泊、してクリスマスの雰囲気を味わうという贅沢な旅をしたいと思っております。では横浜関内あたりにですね、ホテル取りましたので、そちらに向かいます。デイ、そろそろ着きます。ホテルに着きました。そしてチェックインして部屋に入りました。もうね、都会はやっぱ車大変、入るのも大変だし、チェックインも大変だったし、混み合ってまして、そしてこちらが2日間住まわせていただくお部屋ですね。もう素晴らしい、十分。結構1ヶ月2ヶ月前ぐらいに予約したので、だいぶ当日泊まるより安いですね。半額ぐらいで泊まれてると思います。少しゆっくりしますかね。綺麗でいいですね、こちらのホテル。探せばもっと安いところはあったんですけどね、東横インとか。ただコスパを考えると、駐車場もあってこれだけ綺麗で部屋が広くてって考えたら、かなりマイステージさんいいんじゃないですかね。うわー、やっと落ち着いた。もう巣作り完成しましたね。だいぶ住みやすい環境になりました。食料も飲み物も買ってあるので、あとはもうここにずっといようが、ちょっと出て飲みに行こうが、何でも自分のしたいようにできます。眠いんで寝ちゃうかもしれないですね。ゆっくりしまーす。10分ぐらい仮眠取れてお腹空いたので、今からご飯食べに行ってきまーす。いいですね、この感じ。ここから20分ぐらい歩きまーす。やはり人が多いですね。皆様、足早に駆け抜けていきますよ。今日はどちらかというとクリスマスの雰囲気っていうよりかは、中華街に行くんでそんなに雰囲気は味わえないのかな。まあ赤レンガも行けたら様子を見に行きたいですけどね。遠いわ。はい、中華街着きました。いつもとは逆側から入る形ですね。やはり混んでますね、中華街。食べ歩きしたいな。北京ダック買いました。うまい。これ今食べてみたんですけど、普通にやっぱ美味しいですね。すごい美味しい。続いて何を食べましょう。いつも人が並んでいるところで、小籠包買いました。食います。じわじわ落としそうと、あぶらぶらぶら、はい、
中華街はもう出ますね。食べ歩き楽しくて美味しかったんですけど、人も多くですね、意外にゆっくり食べることもできなく、お酒飲めるのにこうやっぱり外だとどうしても飲む気しないので、どこか落ち着ける場所に行きたいですね。ではこれから赤レンガに向かいます。いい雰囲気。まだクリスマス感はないですけどね。着きました。やはりみなとみらい綺麗。見てください、これほんと綺麗。スケートリンクがあるんですね。そしてやはり赤レンガ倉庫、人すごいっす。あの中に入るのか。なんじゃこりゃ。ツリー着きましたけど、あれですね、もうお金払わないと入れないようになったのかな。前見れたんですけどね、普通に。赤レンガ倉庫のバルコニーです。想像以上に人が多くて、ビール一杯飲もうかなと思ったんですけどね、クアアイナで。もうそんな騒ぎじゃなかったです。舐めてましたね。これから宿近くに戻ってどこかご飯食べれるとこを探します。いやー本当に混んでるわ。そりゃそうだよね、そりゃそうだよ。すごすぎ。あー人気のない道、落ち着く。本日はこちらのお店で夜ご飯を食べようと思いますが、入れるかな。これ成城石井のお店だそうです。調子こいてワインも頼みました。美味しいわ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだ。美味しかったですね。まあただやっぱり土地柄的なものもあるかもしれないですけど、安くはないなこれは。では、ホテルに戻ります。本当はバーとか行きたかったけど、結構やられたはいいが。今結構バーとかあるので、なんとなく中覗いてたんですけど、やはり賑わってますね。今まで自分は最近行ったとしても観光地とかでのバーなので、全然人がいない状態で飲むことが多かったんですけど、贅沢な時間過ごしてんだなって思いましたわ。あれだけ人がいるとね、入る気も少しなくしちゃいますけどね。まあ、しょうがないですよね、これだけ都会だと。
漬物がコンビニで売ってなくて、4軒探し回ってやっと会って、今からホテル帰ります。部屋戻ってきました。喉乾いた。風呂入って晩酌タイムっすかね、これは。結局布団で少し横になってたら寝ちゃいまして、もう夜12時過ぎです。ただ朝の時間を気にしなくていいという、何時まで寝てもいい、何時に起きてもいい、そんな状況なので焦りはないですね。お風呂入ろう。風呂出ました。湯船広くてシャワーも湯量が多くて柔らかくて最高でしたよ。そして風呂上がりに喉が渇いてしょうがない。もうジュース飲みまくりですよ。どうしようかな、これからお酒飲もうかな。部屋に戻ってきましたので最後に一杯飲んで寝ます。もういくら寝坊しても問題ないんで、ゆっくり飲みたいと思います。そしてこの辺で動画も長くなってきましたので、初日はこの辺で動画を締めてですね、2日目はまた後日動画でアップロードさせていただきますので、概要欄 URL よりご覧いただけたら幸いでございます。ではおやすみなさーい。もう完全にディズニーですね。ディズニーのアトラクション乗る感じの人の量ですね。これはやばいぞー。